このシールを貼ればこんなに簡単に AI っぽい感じのキラキラネイルを作ることができます。いやー、画期的すぎる。皆さんこんにちは。セルフネイルを世界一簡単に面白くお伝えするあわちゃんでございます。いや、最近さ、生成 AI というやつがですね、流行っていますよね。で、なんかね、ネイルのデザインの参考になるかなーって思ってちょっと触ったりしてみたんですけど、ちょっと作るのは難しいかな。そんなデザインばかり生み出してくれます。まあ、ネイルは爪にできなきゃ意味がないですからね。そしてそれをどうにかこうにか、まあ、近づけるまでは行きたくて、今回ね、デザインを生み出して、さらに生み出すだけにとどまらず、誰でも簡単に作れるシールを作っちゃいました。このキラキラでギラギラのデザインね、本当に可愛いから、いや、これマジでぜひ挑戦してほしいなと思います。で、この動画を見ることで、この一見難しそうなキラキラダイヤモンドなネイルのデザインのコツを学ぶことができます。まあ、技法としてね、やってることっていうのは、ただただこのシールをね、載せるだけなんですけれども、3週間持たせるために気をつけてほしいポイント3つも紹介しています。まあ、どんなにね、綺麗なネイルでも、ネイル自分の爪の上に維持できなければね、意味がないですからね。またあわちゃん、あれなのよ、あだこうだうだうだ言ってるから、作成パートを見たい方はもう飛ばしてください。下のチャプターのところから飛ばせるんで、何卒よろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見て、実用的なキラキラネイルの技を習得してくださいね。あチャンネルをチャンネル登録しておくと、セルフネイルレベルからプロネイルレベルへとレベルアップできてしまいます。一人だけだとね、わからないことだらけのセルフネイル、チャンネル登録をして、あーちゃんと一緒にネイルをマスターしていきましょう。ちょっとここでシールの紹介をさせてください。このデザインね、フィルムとかシールとか、まあ、このようなシートをね、自分でカットして載せて完成させることも可能ですが、このような結構直線的なデザインだったりとか、幾何学的なネイルってすごく精密さが大事かなってあわちゃんは思っているんですね。なので、あらかじめこのように綺麗にカットされているこのようなね、シールを使うことをおすすめいたします。何より面倒じゃないですしね。あわちゃんチャンネルで紹介している道具とかって、もう照り焼きチキンのタレみたいなもんなんですよね。で、タレ、照り焼きチキンのタレってさ、醤油とみりんと生姜と砂糖とか混ぜればできるんですけど、なんかちょっとそれがめんどくさい時もあるやん。そんな時に使うのが照り焼きチキンのタレなんですね。セルフネイル始めたばかりの方や、器用さに自信がない方でも挑戦してもらえるように、このシールを作りました。イエーイ。 あとはそうだね、時短が重要なネイリストさんにもおすすめです。このシールはですね、あわちゃんならではの超絶細かいアピールポイントとかもあるんですが、実際の作成パートの方で紹介させていただきますね。あ、いや、またいつものことながらね、熱く長く語ってしまいましたが、それでは実際に作っていきましょう。細かケアなどはね、済ませておいてください。じゃあベースジェル塗ります。細かケアはね、また別の動画で紹介しているので、そちらを参考にしてみてください。よし、スイスイスイっとベースジェル塗れたんで、一旦乾かしていきます。続いてマグネットジェルを塗ります。今回はキラピカマグネットジェル反射シリーズのシルバー。個人的にはね、シルバー系がおすすめ。では全体に塗ります。ちょいちょい、マグネットジェルはいいよな。ここで下地にキラキラ系を仕込んでおくことで、シール貼った際のね、微妙なズレが目立たなくなるというね、これはちょっとしたうまみえテクニックだね。塗れました。マグネットで模様を入れてキラキラにしましょう。ほい、あ、いい感じのチヤチヤになりましたな。一旦硬化します。今回紹介するこのシールは粘着力があるので貼り付けてもいいんですけれども、今回はこのビジュジェルに載せていきたいと思います。で、シールで貼っちゃうとシールの曲面が少し湾曲するので、ちょっとね、輝きがね、変わっちゃうんだよね。ただジェルネイル慣れていない方は貼り付ける方が楽なので、貼ってもらっても OK です。今回はビジュジェルに載せていく方式でね、作っていきましょう。ビジュジェルを全体に塗ります。
はい、塗れました。このビジュジェルというのはちょっとね厚みを出すことができるので、爪のカーブとシールのカーブが合わない場合にも空気が入らずねシールを乗せることができるというね優れものなんですね。まだねビジュジェルお持ちじゃない方は1個あるとねかなりアートの幅がね広がるのでね、お迎えを検討してもらってもいいんじゃないでしょうか。それではねシール乗せていきましょう。下石から剥がして乗せていきます。ここはね爪の長さによって何個乗るかが変わってくるのですが、まず1個ね乗せてみましょう。この次下に貼ろうかな。ピタッとちょい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 と、こっちも1個、ペペタッと、ええ感じですな。で、根元のとこはなるべくシールをカットしたくないので、この先端がねちょうどくるぐらいのところに乗せてもらうと良いですね。じゃあ次、あら奇跡的にサイズがめっちゃぴったりだ。いい感じですね。あとはね淡々と全体に敷き詰めていきます。端から剥がして乗せる。これを繰り返しましょう。自分で切らんくっていいっていうところだけでもすごくありがたいよな。切るのすごい大変だと思うのよね。ちょっと幅がはまんなかったりするとってなるしね。よし、でここからがちょっとポイントなんですけど、実はこのシール三角形が2つサイズ違いのもついてるんですね。でこれはね端っこ用のパーツなんですね。よし、これも台紙からこのように剥がしてここに入れるんですよ。ここの端っこすると、おー、ジャスト、めっちゃいい感じにはまるというわけです。でこれ左右どっちもの向きがねついてるのにもちょっと訳があって、このまま台紙から剥がして乗してもらうと、持ち替えをねいちいち向き変えなくてもいいと。シールの向き変えたらいいんですけどもね、ちょっとしたあわちゃんのこだわりポイントが隠されています。いいね。ここに貼ります。端っこも貼るとこんな感じで、まだここがちょっと開いているので、そこにはこのね正三角形みたいなやつを貼り付けていくという仕組みになっています。ひょいっと。で、これはここぴったりはまるのすごくすごくふーってなるな。ここもちっちゃいのをピッと。で、これもね上向きと下向きっていうのかな、作っているからね台紙から剥がしたままの向きでペタッと貼っていくことができるというわけです。よし、先端も1個貼りましょう。先端こっちの向きですね。よいしょ。どうしようかな、もうなくてもいい気がするな。ない方が取れにくい気はするんで、あんま分かんないからなしでいこうか今回はね。先端は硬化した後にハサミで切るので飛び出した状態で OK。 それではこれで一旦硬化します。硬化できました。そしたらこのはみ出たところをハサミでチョキッと切ります。よいしょ。1ミリぐらい内側でてもらった方が良いです。 0.5 ミリぐらいでもいいかな。ちょっとインコースになるようにカットしましょう。で、ギリギリにするとどうしてもこの先端のところからシールの部分とジェルの部分が剥がれてしまってゴミが入ってめちゃ汚いです。これあわちゃんが先日剥がした爪なんですけど、ちょっとあまりに汚いのでモザイクをかけていますが、このようになってしまいます。モザイクなしが見たい方はコメント欄に画像貼っとこうかな。では続いてピタジェルを塗ります。このピタジェルはですね、硬化すると糊みたいになるので、その効果を利用してシールの表面と次に塗るジェルをねちょっと軽くくっつけておきます。いや、まあ塗ってもな、剥がれる時は剥がれるんですけども、保険ですな。端っこの隙間の部分もね全体をしっかりと覆うように塗ってください。ピタジェルはねしっかり30秒硬化してくださいね。続いてビルダージェルで埋め込んでいきます。まず全体に塗りまして、少しブラシに量を取ってきれいに埋め込んでいきましょう。エッジはちょっとオーバーめにね埋め込んでおきます。埋め込めたら硬化してください。では一旦未硬化ジェルを拭き取ってちょっと触ってみます。ここ多分ね今見てる方気になっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、こことか少し飛び出しているところを削っていきます。
特にこのひし形の端っこの部分とか三角形の端っこの尖った部分は剥がれやすいので徹底的に削って丸くします。こうして人生のあれやこれやにさ生まれて人もな丸くなっていくんですよ。特にこの根元のあたりに重点的に削っておこう。そして先端ですね、この先端のエッジの部分のところもしっかりと削って飛び出しがないようにしておきましょう。指で触って、ここっていうのがなくなるまでしっかりと削ってあげましょう。理想のツルツル表面になりましたな。そしたら仕上げはトップ汁。トップ汁はね、もうささっとツヤ出し一層みたいな感じで OK。この前のね、ビルダーの工程で埋め込まれているので、その必要以上にトップジェルを塗って埋める必要はありません。特に今回がアワちゃんが使っているような拭き取り不要のタイプのノンワイプトップジェルを分厚く塗るとほんまにめちゃくちゃ熱いから、ささっとね、薄くワンコートで仕上げるようにしてください。では、硬化します。はい、完成でーす。やっほー。いやー、最高に可愛い。いや、基本的にあわちゃんは自分が作ったネイル大好きなんですけど、その中でも特に好きです、これ。一見めちゃくちゃ難しそうに見えるネイルだったんですけど、いかがでしたでしょうか？今回のネイルを行う上でのポイントは、一つ、このシールを使う。そして二つ目、剥がれ防止のためにこのピタジルを使う。そして三つ目、シールは内側1ミリインコースでカットをする。この3点を意識してもらえれば3週間持つね、キラキラネイルを楽しんでいただくことができると思います。いや、今までさ、こんなキラキラのネイルをしてみたいと思っていたけれど、私にはちょっと無理かなと諦めていた、そこのあなた、いやー、あわちゃんと二人三脚でね、乗り越えようではないか。ジェルネイルとか、まあ他のこともそうなんだけど、もう難しくするのってさ、実は結構いくらでもできて簡単なんだけど、逆に簡単にできるようにやり方を考えたりとか、簡単にする方が実はね、難しいんだよね。しかし、簡単に伝えるっていうのはね、もうあわちゃんの超お得意分野なんですよ。なので、あわチャンネルで紹介しているテクニックはほぼめっちゃ簡単です。安心してね。もしね、実際にやっていてわからないことがあれば、いつでもあわちゃんの LINE に送ってください。1年365日24時間受付中です。それではね、次回もまた素敵なネイルテクやデザインを紹介するので、お楽しみに。あ、チャンネル登録しておいてね。じゃあみんなまたねー。